今回はローソンの唐揚げくん味噌カツ味ですね。こちらを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきますよ。いやでもこんな味あるんですね。味噌カツ味ですよ。いいですね。早速いただきますよ。いや味噌が衣に染みてて美味しいですね。意外と合うもんですね、これ。味噌カツですね。味噌風味がいい感じに鶏肉に染み込んでますよ、これ。まあでも、強いて言えば鶏肉なんで、やっぱりちょっと物足りない感じはありますね。どうしても鶏肉なんで味噌カツほどこってりしてないですからね。ヘルシーな味噌カツになっちゃってますね。まあこの辺りは鶏肉の限界かもしれないですね。まあ普通の味噌煮込みの鶏肉って感じですかね。どうしてもこれで味噌カツはちょっと背伸びしている感じがありますね。まあでも普通に味噌味っていうのもいいですよね。というところで本日はこの唐揚げくんの味噌カツ味をいただきました。ご視聴ありがとうございました。